VIVANT 第8話までのネタバレを含みます。9月10日夜9時30分から第9話の放送が控えている堺雅人49主演の超大型日曜劇場 VIVANT TBS 系。元作は自衛隊の影の諜報組織別班の一員である野木玲女堺を主人公に描かれる半沢直樹で演出を務めた TBS の福沢克夫氏が原作監督を手掛けるオリジナルドラマ。第7話で乃木が別班を裏切ったのを筆頭に、元作は多くの人物が裏切ったり秘密を抱えていたりとショッキングな展開が続いている。実はあいつは裏切っているんじゃないか、といった考察が絶えず行われている元作ですが、同じくらいハッピーエンドを願う希望的観測の声も多い。とりわけ、元作屈指の人気を誇るドラム、富坂ドラム31は、何が何でも絶対に裏切ってほしくない、という声が特に強いですよね。テレビ誌編集者、以下同。ドラムは有能かつ愛嬌があり、その人気ぶりはイベント、ドラムに会いに行こう。が、東京の TBS 前の広場、赤坂サカスだけでなく、福岡、愛知、神奈川、千葉、大阪の全国を巡る規模になっているほど、バラエティの番宣ゲストでも、演者の富坂ドラムではなく、VIVANT のドラムとして引っ張りだこで出演している。しかし、VIVANT では敵味方問わず裏切りを行った人物は衣装などから黄色が強調されていて、ドラムは黄色の衣装を着ている。この後もし裏切りがあったらショックすぎるランキング、ドラムが圧倒的1位だな。ドラムも野崎との馴れ初めの描写がなくて素性がわからなくて信用できないんだよな。もしドラムが裏切って急に喋り出したらもうマジでチンギス以外誰も信じられなくなる。誰が裏切ってもドラムが裏切ることだけは許さない。そんな声が SNS にも多く寄せられているのだ。裏切りといえば、乃木が思いを寄せている WHI、世界医療機構の医師、柚木香織、二階堂ふみ、28、は不審な描写が多く、怪しい女として視聴者には序盤から警戒されている一方で、第7話で描かれた朝ドラのような初々しいラブロマンスから、せめて恋愛だけは本物であってくれ。と願う声は多いですよね。香織は、日本人のソウルフードのはずの赤飯に顔をしかめるシーンが2度強調されている、ドラムと同じく黄色いコートを着ているという描写から、別班が追っているテロ組織、テントと何か関わりがあるのではないか、実は素性を隠して乃木に接近しているのではないか、といった説が絶えず考察され続けている。しかし、第7話で不器用そうに乃木が香織を抱き、締め手家に誘う場面や、乃木の家で、プリッとしたホテルに出てくるような目玉焼きの作り方を教わる場面があること。第8話では、二度と日本の土を踏めない覚悟をしていたのか、乃木が香織に自宅の権利書と貯金を託していたことが判明。敵か味方か。香織先生は唯一、関係のないポジションで、ジェミーンと共に、乃木の帰る場所になってほしいな。カオルさんがこのまま何もないヒロインとは思えなくなってきたのは二階堂ふみさんだからだろうか。どうかこのままカオルさんとジェミーンちゃんが乃木さんの帰る場所になってほしいよ。と、手術が成功し元気になった少女ジェミーンともども、乃木と幸せな結末を迎えることを願う声は多い。安倍、野崎が失った後輩が二宮、残るだったらいいのに、加えて、まだ未回収の伏線らしき描写が二つありますが、これらについて、こうだったらいいなという考察も多く SNS には寄せられています。一つ目は、現時点で名前だけ登場している野崎森、阿部寛、59、の部下の生存説ですね。警視庁庫阿部の野崎には、流民主演なる北京大使館にリエゾン、他部署や外部機関との調整を行う従業員として働いていた時からの仲間がいたが、彼は度を超えた調査をしたせいで死亡。急にいなくなるってのは無性に寂しいもんだぞと、野崎は乃木にこぼしていた。急にいなくなるという口ぶりから直接は死を確認していない可能性があることに加え、アジア人であること、年齢的に違和感がないことから、実はテントのナンバー2である残る、二宮和也、40、こそ流ではないか、そんな説が強く言われているのだ。残るは野崎の元部下で日本に帰らず残る選択をしたから、残るは野崎の後輩で記憶喪失になり、べきの息子として育てられる、といった予想も多く言われている。なお、記憶喪失説の根拠としては、第8話で乃木が実父であるべき、
役所広司67に対して生き別れた後の顛末を説明した際、それは記憶喪失ということかと、記憶を失ったという説明に敏感に反応していたこと、べきも過去に野崎と同じく公安だったことが指摘されていて、ノコルが亡くなったことになっている後輩だったとしたら、ノボーンとノコルは公安だったという共通点が発生するね。ノコルも母国から救助されずに放置されてる。ノコルも実は記憶を喪失しており、本当は野崎の後輩なのではと考察されている。もう一つ残っている伏線らしき描写としては、第4話を最後に登場しなくなった乃木の勤務先である丸菱商事の長野俊彦専務の再登場に期待する声は非常に根強いですよね。演じるのが超演技派で、これまで何度も黒幕など重要な役を演じてきた小日向文世さん、69、であること。最後の出番となった第4話で公安の取り調べから解放された際、非常に意味深で怖い笑みを浮かべていたことが絶対に何かあるはずと指摘されているのに加えて、第8話に登場した人物が過去の姿ではと改めて注目を集めたんです。以前より名前だけが出ていた乃木を助けてくれた戦場ジャーナリストの飯田さんが、第8話でついに回想シーンに登場した。2023年の長野が60歳で、1985から87年前後の時期の飯田を演じているのは、実年齢46歳の和田俊博であるため、年齢的には怪しいところはあるものの、表情や喋り方の感じが似ていて、飯田さんが少年、乃木に話しかける場面、話し方が小日向さんっぽいな。セリフも小日向さんに寄せてる感じがする。長野専務というより、小日向さん。って感じ。ジャーナリストの飯田さん、小日向さんで、初飯田さん役の俳優さん、小日向さんの口調に寄せてるもん。といった指摘は多い。長野専務の経歴には、薬物に手を出してしまい、厚生施設にいた空白の2年間があり、施設の裏付けも取れているものの、空白の2年と乃木がバルカで救出された時期が丸かぶりしているんです。何よりも、小日向さんレベルの役者の出番があのままで終わってほしくない、と再出演の展開を願う視聴者は多いんですよね。ジャミーンは池、おじに恋している。最後に、元作のキーパーソンであるジャミーンは、人間の善悪を直感的に見抜けると言われている。そして、そんなジャミーンは、乃木や香織、ドラムに懐いている一方で、ある主要人物にだけ懐いていないことが以前から指摘されている。阿部さん演じる公安の野崎森ですよね。ジャミーンは野崎にだけよそよそしくて、第8話では退院おめでとうと気さくに挨拶しても、香織の背中に隠れてしまう様子も見せていた。ジャミーンが怯えているため、野崎に黒い裏側があるのではという声も多いですが、これについてちょっと面白い、ほんまさにそうだったらいいのになと思えるほっこりする説があるんです。野崎は気さくでフレンドリーな性格、しかもルックスも演じるのが阿部寛のため、超高身長でおりりの深いイケメンであり、渋くてダンディズム溢れる大人の男、イケオジである。父親を亡くして間もない少女の前にそんな男が現れたらどうだろう。ジャミーンが未だに野崎さんに心を開かないのは、野崎さんが悪い人だから説あるけど違うわ、これジャミーンの初恋じゃね。ドラムが慕ってる野崎さんがジャミーンに好かれてない理由、マジでミスリードで、ただジャミーンの初恋説は良いと思う。ジャミーンの野崎への塩対応を加速して、野崎悪者説強まってるけど、最後はハッピーエンドがいいので、人見知りからのジャミーンの初恋ということで、希望的観測として、ジャミーンが野崎を恐れているような様子は、ジャミーン初恋説をオチにしてほしいと願う視聴者が多いのだ。甘酸っぱくていいですよね、笑い。物語の途中は裏切りや悲劇があるだけカタルシスを感じられ盛り上がりますが、最後の最後は、ハッピーエンドで終わってほしいですよね。そんな、視聴者の希望を強く感じさせる考察ですよね。ドラムは乃木らを裏切らず最後まで味方で、乃木は香織の元に無事戻り、そしてジャミーンの淡い恋心も発覚する幸せなエンディングを迎えてほしいところだが、果たして、画像、平たくない顔、VIVANT、ジャミーンが恋して当然、阿部寛、野崎の、渋すぎ、池、おじショット、ジャミーンが惚れるのも無理はない。